はい、皆様こんにちは、こんばんは、ふうです。本日はですね、昨日になりますが、プリパラを少しプレイしてきましたので、配置結果を、行っていきたいと思います。はい、ちょっと時間がなくてですね、あまりできなかったんですけど、まあ、結論から言うと、あまり配置的には良くないと思います。進行で本当にビビたるものしか出なかったので、まあ回数的にも少ないのもあるかもしれないんですけど、他の方も結構ツイッターとか YouTube とかの動画を拝見すると、やっぱり全然出ないって言ってて、なかなか皆さん今回苦戦されている感じがしますね。で、私の場合持っていないコーデも多いので、まあ再録でも出てくれれば嬉しい方なんですけど、またあと12月ライブもそんなにできなかったので、で、コーデ自体も本当に揃ってないので、まあ出てくれれば嬉しいかなと思うんですけども、それでもやっぱりなかなか、S レア、プリパラレア、サイリウムレアはね、本当に出ないなと思いました。が、ちょっとね、また、喋ってるとダラダラ長くなっちゃうので、最速に配置結果していきたいと思います。ですね、サブキャラちゃんで、2枚で他がメインですね。で、メインちゃんでドリーシア1回やってきました。まずは、サブキャラちゃんですね、2枚しかないのでちょっと先に紹介します。はい、久しぶりの登場ですね。ということで、まずは、プリティリズムのノーマルのふんわりミルキーユカタですね。はい、こちらね、持っていなかったのでこちらにしました。そして、こちらですね。シルキンハートのみかんブロッサムワンピ。こちらが、配置されました。結構この子はね、配置がいいかもしれないです。といってもそんなにまだプレイしてないんですけど、スタープレミアムのワンピも引き合ってたの、この子なので、ちょっとまたね、多分登場すると思います。そして、こちらのサブキャラちゃんの友知恵ですね、こちら。ちょっとね、全然できなかったんですけど。で、連続通りで回したのが、アロマちゃんのアジアンエキスジックコーデを着ているアロマちゃんの友知恵が出ました。ということで、まずは、サブキャラちゃんの排出結果ですね。で、続いてメインちゃんですね。はい、まずこちらが、キャンディーアラモードの、レアのペラペロキャンディペパーミントトップスですね。こちら持ってるかなと思ったら、持ってたっぽいんですよね。ちょっとね、排出のやつちゃんと確認しないで行っちゃったので、ちょっと結構ね、ダブって出して、今回出しちゃったので、ちょっともったいなかったなと思ったんですけど、まあ、もし同じものであれば、こちらね、提供に出そうと思っています。で、今ちょっとツイッターの方には上げてるんですけど、はい。今提供、紫うさぎのものは今提供にちょっと希望で出しています。で、続いてがベイビーモンスターのレアのシオンスパイトップス。で、続いてが、ブリリアントプリンスの、ガーリーマーティースカートですね。こちら配置したことによってこちらのコーデはね、揃いました。で、続いてが、ブリリアントプリンスの、スーパーレアのエスコートパールワンピですね。で、こちらが続いてが両方持っているコーデだったので、スターランクを上げをしました。なので、こちら1枚は、提供に今ちょっと出していますが、なかなかちょっとね、難しい状況です。そして、こちらがブリリアントプリンスの、レアのセレブリティマーチスカート。こちらが、スーパーレアのアイドルケンジオリーブジャケット。こちらも、持っていましたね。持ってないと思ったんですけど、持ってたので、こちらも一応出しています。そして、プリティリズムのノーマルの白雪着物ですね。そして、こちらですね。ブリリアントプリンスのサイリウムワンピですね。こちらも、出してないと思って、ボタン即出したんですけど、うちに帰ってきたら持ってましたね。はい。で、こちらも被りなので、こちらも一応提供で出せるものですね。一応、はい、提供動画また、ちょっと紫うさぎさん限定になっちゃうんですけど、ちょっと提供動画ね、作ってみようかなって思っていますので、はい、もし、紫うさぎさんのね、方がいて、条件が合う方がいれば、
またその時動画とかにコメントくださると嬉しいなと思います。で、まずこちらが、ブリチケの分で、で、1枚だけ、ドリームシアターですね。こちら、コーデ出してきました。武道会ピンクコーデですね。プリパラレアのものになります。そしてですね、久々のソロショットですね。で、こちらのコーデは、チャオの全員応募サービスの、ペロペロキャンディクリスマスコーデのものになります。ちょっとね、もうクリスマス終わっちゃったんですけど、色合い的に、娘がやっぱりこっちの方が好きだったんですよね。きっとはっきりしてる色もあって、色味的に多分赤とかが多いからかなとも思ったんですけど、我が家はこちらにしたので、ちょっとね、こちらを着せてきました。ということで、まず1枚のみですね。なのでまた次回以降はちょっとドリシアの方を進めて、かつ、まあ、サブキャラちゃんの方でちょっと1月の搬出頑張ってみようかなって思っているところですね。続いて、友チケと、ガチャチケですね。はい、ご紹介したいと思います。まずこちらですね、ヴァンパイアローズコーデですね。こちらはね、なんとか自力搬出で全部ね、揃いましたね。今回、良かったです。そして、和風ピンクコーデですね。はい、こちらは、チャオの、付録のものですね。はい、速攻ね、着せたかったので着せてきました。そして、追加購入でバタフライヘアアクセレベル28。私、結構初期のアクセ持ってないので、今回のガチャは結構、私的にはありがたい感じです。そして、次が和風紫コーデですね。こちら2年生のコーデになります。そして、こちらが、ハピネスフラワーヘアアクセレベル13。ミリタリールックヘアアクセレベル21。こちらでアクセサリー出ましたね。もう全然服かすってないんですけどね。そして、ブリリアントプリンスサイリウムヘアアクセレベル31。結構これ今出る確率高いですね、私。そして、お絵かきペイントパレットヘアアクセレベル24。フラワーメレンゲヘアアクセレベル13。ということで、こんな感じです。はい、そうですね。本当に、回数的にはそんなに回せなかったのもあって、ちょっとね、不満、ありありなんですけど、心残りありありなんですけど、ちょっとね、もう一回ぐらい多分行けると思うので、近々行ってきてやりたいなと思います。あとね、ドリシアの方はちょっとね、パレードコーデ欲しいので、ちょっとドリシアを進めて、まあ1月もちょこちょこできたらなと思います。ということで、今回は、12月27日分の、2016 1月ライブか、フィフスライブ1月コーデの、排出結果でした。はい、友チケが本当にちょっと作成が間に合わない状況なので、もうちょっと頑張りたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント等ぜひよろしくお願いいたします。